木の国史学館とは、和歌山県和歌山市西高松にある施設である。図書館と公文書館からなる複合施設である。木の国史学館は、和歌山県立図書館、和歌山県立図書館文化情報センター、和歌山県立文書館からなる複合施設として、開館した。なお、木の国史学館とは、三施設の総称であり、愛称である。和歌山県立図書館は、 1908年に和歌山城にの丸にて開館した。その後、建て替えや大戦期前後の混乱もあったが、長らく和歌山城内に立地していた。和歌山城内には、県立図書館以外にも、二の丸に和歌山県立博物館や和歌山県立美術館、西の丸に和歌山市役所や和歌山市消防局社等の様々な行政施設が存在していたが、 和歌山城が国指定の出席であることもあり、城外移転も検討されていた。1993年に和歌山大学経済学部跡地に複合施設として新築移転した。ちなみに、同じく和歌山県立博物館等も1993年に和歌山大学教育学部跡地へ移転している。近年、市消防局者も移転している。和歌山県立図書館では、 2007年度から利便性を向上させるため、すべての祝日で開館している。なお、月曜日は休館日となっている。和歌山県立文書館は、平成5年に開館した。貴重な歴史資料となる、古文書、公文書、行政観光物等の収集、保存、活用したる目的としている。2007年3月末現在内訳、ありがとうございます。